三浦淳、1958年2月1日隊は、日本の漫画家、イラストレーター。本名、三浦淳。京都府京都市出身。血液型、AB 型。妻は、シンガーソングライターのバード。東山高等学校、武蔵野美術大学造形学部、視覚伝達デザイン学科卒業。職業については、エッセイスト、小説家、ミュージシャン、評論家、ラジオ DJ、編集長、ライター、解説者など幅広い分野で活動しており、公表している職業は、イラストレーターなど。同姓同名の漫画家に、東京都出身の三浦淳がいる。小学生時代から仏像と怪獣が好きな少年で、京都や奈良の仏像を巡る。仏像が好きすぎて、仏教系の学校に入学したが、途中でエロに興味が出て仏像に飽きる。仏像が好きな理由は、怪獣のように見上げる迫力があったからだという。高校1年生でカセットデビューしてオリジナルソングを全16巻450曲。高校時代から絵描きを目指し、二浪後に武蔵野美術大学に入学する。在学中から友人が糸井重里の事務所に勤めていたため、特に何をするでもなく入り浸り、糸井がただでイラストを仕上げる奴がいると紹介し、カットの仕事をもらっていた。1980年にガロ市場でデビュー。ガロに持ち込めをしたのは、他に掲載させてくれる雑誌はないと周囲に言われ、判断したためだが、それでも当時編集長の渡辺和弘の判断で何度も没になった。デビュー作の牛の日も一旦は没になったが、その後、渡辺と親交の深かった糸井の乗せてあげれば、の一言で掲載された。1982年には、講談社の発行する、週刊ヤングマガジンの千葉哲也賞で佳作を受賞する。以後、びっくりハウスや宝島などの各雑誌で関西ネタや怪獣ネタのエッセイやイラストを執筆する。1980年代後半からテレビラジオでの出演も増え、多彩な活動を見せ始め、1989年には、イカス、バンド天国に、菊に正彦、漫画家、滝本明介、写真家らと、大島渚、由来は、同名の映画館の大島渚よりという名のバンドを結成し出演した。1991年頃には、女装にこり、伊藤聖光、安西はじめと、バギナーズという女装バンドを結成した。ナオミの名で、ボーカルとギターを担当、安西は、キャンディ・ウォー、伊藤は、マリエ。バギナーズは、ガイタレという設定で、ついに来日、日本上陸等と歌っていた。1994年には、ハリウッド俳優のチャールズ・ブロンソンの男気に憧れる、あまり、映画俳優の田口智朗とユニット、ブロンソンズを結成。1996年には、伊藤聖光と、ザ・ロック、N・ロール・スライダーズを結成し、三浦が撮影した写真に伊藤がツッコミを入れるというザ・スライドショーが初めて開催され、以後何度も開催される人気公演となる。1996年には青林堂から三浦漫画のベスト選集、半数が刊行された。渡辺和弘が解説を書いているが、初めて三浦先生のオフィスに玉稿をいただきに行った時は非常に緊張した。三浦先生からは、卓越した漫画に対する意見をいただいたという、現実に全く反する嫌味な内容が書かれている。1997年に自由国民社の現代用語の基礎知識による新語・流行語大賞のトップ10にマイブーム、口実が選出され表彰される。2003年には自伝的コミックアイデン&ティティが田口智朗の初監督作品として映画化され、再び脚光を浴びる。シベリア超特急が縁で交流のある水野晴夫が世話人を務める日本映画評価大賞では2004年度に功労賞を受賞。勝手に観光協会などのコラムのほか、エッセイ、小説など文章の世界でも活躍中である。歌手バードとの不倫、後に三浦の子、出産が発覚し、前夫人と2007年春に離婚した。バードとは2006年末からパートナーという形で共同生活をしていたが、第二子の妊娠をきっかけに2009年に入籍をした。2008年には、興福寺創建1300年記念、国宝阿修羅展、2009年に、東京、福岡で、開催に伴い発足する、阿修羅ファンクラブの会長となる。阿修羅ファンクラブの公式ソング、愛の偶像、ラブアイドル、作曲、高見沢俊彦、作詞、三浦淳は、高見沢のアルバム、カレイドスコープに収録。テリー伊藤の司会を務める NHK の視聴者、参加番組、テレ遊びパフォーにて、怪獣デザインマスターを名乗り、全国より怪獣デザインを公募、その中の一枚のデザインから、長髪大怪獣ゲハラのナリオを執筆し、樋口真嗣制作総指揮の短編映画として、完成するまでに携わった。マイブームは三浦による造語である。マイとブームを組み合わせた和製英語で、自分の中だけではやっているものや出来事といった意味で使用される。三浦のマイブームのルーツは小学生時代に遡る。小学校の社会科見学で奈良、京都の寺院を見学してから仏像に興味を持ち始め、寺院で配布されているパンフレットの仏像の写真を切り木仏像の感想を添えスクラップにしていた。この仏像ブームが三浦の人生初のマイブームとなった。この言葉は大ブームに語感が似ていることから思いついたという。1994年に笑っていいとものテレフォンショッキングに出演した際に発言したのを機に、その語感の良さもあって一般に広まっていった。そして1997年に新語・流行語大賞で表彰された。同賞を受賞した言葉は一般的にマスコミが多用する例はあるものの、マスコミ外で流行したとは言い難いものがほとんどであり、その年限りの一過性に終わり仕事化すことも多い。その中でマイブームはマスコミ以外でも広く使われており、受賞後も廃れることなく使用され続け、ついには2008年1月に発売された広辞苑第6版にも掲載されている珍しい例と言える。一方、2006年に彩り図社より発売された死後大全にも掲載されており、三浦本人はダブル受賞だと喜んでいる。三浦自身はマイブームを自分だけのブームだけで終わらせず、他人に広めることとしており、彼が注目した事柄は、自身が出演する番組や著作などの形で面白、おかしく紹介している。またそれらを世間に広める際は、三浦が考案した造語を用いる。また全く流行らずうずもれてしまった、内ブームもあったとのことである。口述される、カニパンブーム、時刻表ブーム、バックオブエイジーズブーム、シンスブーム、AMA ブーム、シビンブーム、男キッスブーム、テープカッターブームは内ブームとして、田森友洛内で検証された。三浦淳大図鑑、宣伝会により、三浦淳の独断で贈呈される賞。この人には誰も賞を贈らないだろうということを中心に選定されている。1994年から始まり、雑誌宝島で7年間連載。しかし、同誌がリニューアルしたため、突如終了。5年間のブランクを経て、2005年から復活の理由は、リリー・フランキーが自分も三浦淳賞が欲しいと言ったためだという。第8回は J-Wave ゴールデンタイムで発表。第9回、第10回は EX エンタテイメントで発表。第11回は TBS チャンネル三浦淳 DS で発表された。第12回はイベント三浦淳の DS ショーパルコ劇場にて発表。第13回はストミラジャネットにて発表。第14回から第18回まではニコニコ生放送にて発表。第19回以降はギャオにて発表している。トロフィーの意味は唯我独尊、香港で100個まとめて制作されたため、当面は同じトロフィーが受賞者に贈られる。シリーズ化、文庫化されている作品は主にシリーズ第1作、初出版時のものを挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。